はい、どうも皆さん、こんにちは。江津彦です。それでは今回なんですけども、まあ、ついに、まあ、LINE Pay がまた、発表して、平成最後の超ペイ徳祭りということで、まあ、そちらについてお話していこうと思います。まあ、今回はこちらをキャッシュレスニュースとしてお伝えしていこうと思うんですけども、今回ピックアップさせていただいた、ニュースがこちらのテックランチからで、LINE Pay 決済特化アプリ発表、上限額、1万円の最大 20% 還元キャンペーンも始まるということで、こちらの特化のアプリに関しては前回お伝えした動画で言ってますので、そちらのリンク貼っておきますので、ぜひ確認していただければと思います。今回はこちらの平成最後の超ペイ徳祭りについていこうと思うんですけども、まず僕の LINE Pay の方にも LINE の方にもまあメッセージが聞いてまして、まあ4月の18日木曜日00時ということで、まあ0時ですね、まあそこから始まりますよということで、まあここの方に今田美代さん、この女優さんの方の隣に書いてあるアプリからの支払いで還元上限が2倍の1万円相当までにということで、まあこちらはまあ簡単にまとめたので、まあこちらの方をお伝えしていこうと思うんですけども、こちら、LINE Pay を使って買い物して最大5000円相当を還元ということなんですけども、もともとその還元 LINE Pay のまあポイントというんですかね、5000円相当返ってくるってことだったんですが、今回はこの1万円というのが LINE Pay 専用のアプリを使ったら還元総額が1万円にアップということなんですね。なので、まあ、LINE から、LINE にそのまま繋がってる LINE Pay を使ったら5000円なんですけども、今回は LINE Pay 専用のアプリというのをインストールしてもらって、そこからお買い物したら、還元総額が1万円まで上がりますよ、ということになっております。で、ちなみに、前回の動画にも話したんですけども、Android はもうすでに配信されていまして、で、iPhone に関しては近日中に配信されるということになっております。でちなみに還元率を確認しようということで、まあ、こちらも書いてたんですけども、ペイ徳の残高還元ということで、期間中は全員 15%、 これは絶対 15% になっております。でマイカラーっていうのがそれぞれあって、まあ、簡単に言うとそれぞれのランクみたいなのがあるんですよ。でそれが右側の表で見てもらうことがわかるんですけども、まあその前の月までにこれぐらい使ってたらあなたはこのカラーですよっていう風になってるんですね。でまずグリーンの場合は10万円以上のお支払いで、ブルーは5万円以上、レッドは1万円以上で、ホワイトは 0.5 ポイント還元ということで、その前月までそれまで使ってたらあなたはこのカラーですよっていうのが一応 LINE Pay の LINE Pay というか LINE の、そうですね、 LINE Pay のアプリから確認することができます。ちなみに僕はまだそんなにお金使ってないので、ホワイトの 0.5 ポイント還元に緑色がついております。で次に左側の表を戻っていただいて、こちらのコード払いでプラス 3% でキャンペーン実質って書いてるんですけども、コード払いっていうのは今こちらのイラストが表しているように QR コードを読んでもらうとプラス 3% されるということなんですね。なので、ちなみに、結構このコード払いって、大体の人がコード払いと思うんですよね。まあ、そのオンライン決済とかの場合は、さすがに、コード払いにはなんないんですけども、大体のこう、飲食店とか、まあ、コンビニとかで、まあ、支払ったりすると、大体飲食店が多いんかな。であれば、大体 3% 戻ってくるので、なので、まあ、ここに下に書いてあるように、実質 15.5% から 20% 戻ってくるということになっております。まあ、ほんとこれは個人差があるので、まあ、それぞれの、端末で、まあ、私がどれぐらいのカラーなのかとか確認してもらうと、まあ、いいのかなと思います。ちなみに僕は、この計算をすると、15+0.5+3 なので、18.5% が、戻ってくるようになっております。まあ、本当に、かなり得なキャンペーンになっておりますね。で、ちなみに、今回は、まあ、この1万円、まあ、LINE Pay 専用のアプリ、僕も多分使うかもしれないんですけども、まあ、それに加えて、もともと今開催されてるキャンペーンとして、まあ、いわゆる初めて、左側の、初めての銀行チャージで500円相当 LINE Pay 残高をプレゼントということで、まあ、初めて LINE Pay を使われる方が、まあ、銀行に、まあ、チャージしたら、ま、500円をもらえるよということのキャンペーンがまだ合ってるということと、あとはこのもらえるくじ。ですね、右側のこのもらえるくじがまだ合ってるということですね。確かこれが、期間が書いてるんですけど、4月1日から4月30日までということで、もともと1円から僕1000円まで確かあったんですけど、今1円から200円になってたので、そうあんまりちょっと前みたいなワクワク感がないなと思って、前は確か1000円ぐらい当たったんですよねツイッターにも確か上げてるんですけども、まあまだまだせっかく今回は還元キャンペーンがあるので、まあくじはちょっと弱めに来てるなと思いますね。
で、あとこの次が、後日決済額の 15% が LINE Pay 残高に還元されるということなので、まあ、後日なのでまだ明確な期日ってあまり出てはないんですけども、だいたいその次の日後日で入ってきますよってことなので、反映されるのも結構早いのかなとは思います。はい、ということで、まあ、今回の、キャッシュレスニュースということで、まあ、平成最後のペイ徳祭りが、まあ、もう開催されるということなので、まあ、これを機に、ぜひ、LINE Pay を使ってみるのもいいのかなと思います。結構、PayPay とかも、使い始めるのも全然いいんですけども、僕は PayPay から使い始めたんですけども、今回はもう LINE Pay がかなり力を入れてきてるので、まあこれはかなり楽しみなのではないのかなと思います。まあこれでまたかなりキャッシュレスについて、キャッシュレスについて、まあ意識される人も増えてくるのではないのかなと思うので、まあこれをきっかけにぜひ使ってみるといいかなと思います。はい、ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、そして高評価、あとは、Twitter もしておりますので、Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。